ショーティーブでーす。よろしくお願いします。というわけで、はい、本日は打撃向上してるんです最近。これ以上、はい、打撃今年ねめちゃめちゃいいんですよ。はいはいはい。でめちゃめちゃいいってことはなんかしたんですよね。はいはいはい。流し打ち増えたよね。そうそうなんだよ。両方向に打てるようになった。広角にね。うん、それはね今年に入ってちょっと成長したんですけど、はいはい、理由がある、はい、しかもミート力も上がって、うんうん、今結構ヒットが増えてます。はいはいはい、はい、その訳を紹介しましょう。はい、はい、こちらこちら、はい、こちら知ってますかね。ゲットラインバットっていう、はい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 、こちらミノルマンさんっていうあの YouTuber いますよね、はい、大阪の方に。大阪桐蔭出身のキャプテンの方、はいはい、あの方の監修の野球ギアということで、はい、風呂かき回すやつってあの中田翔選手が言ってました ね、 なるほどね。今年のキャンプの時にね、はいはいはい、もう形がさ板のようになってて、まあ、こんな厚さですよ。これ何がいいかっていうと、はい、ミート力がとにかく上がる。うん、はい、で今回こちらをね使って、まあ、打ってるところを見せたいんですけど、はい、3種類あるんですよカラーが。はいはいはい、はい、赤と黒って、はいはいはい、カラー3種類展開になってて子供用とかないらしいです。あ、全部1種類で。そう、子供も大人もそう使えるっすよ。おーほーほー。小学生からプロ野球選手まで、はい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 、幅広く使えます。重さが変わらないっていうのはねちょっとびっくりしましたけど。そうなんですよ。でもねよく見てもらうと87センチ900グラム。子供には重たい気がするな、はい、900グラムなんですよ。でもここの重りがねあることによって、はい、これこの重りに対してこう振るときに重さでこうストーンとちゃんとこう、はいはい、バットをグリップを下げて下ろしてくれるっていうの、出てきてくれるっていう。そう、すごい怖いんだけど俺今出してくれるっていうのがあります。はい、でこれミドルマンさんが言うには、はい、線で捉えるのを養うバットということで、ほうほうほう、例えばねこう打つときにこの中心、このバットのこの棒の中心の下に当たったとしましょう、うんうん、下に当たっちゃうと、まあ普通にもう、こう負けてゴロになりますよね。なるほどなるほど。ミートポイントが広いと思ってたんですよ、はい、正直言うと僕と思うじゃないですか、はい、違うんですよ。この上側に、例えばこの上側に当たったとしたら、はい、すごい気持ち悪い打感らしいです。こういう変な、変な、こう負けるから上に上がっちゃうし。そう、これでこうなるからね。そしてこの真ん中にちゃんと当たると打感がないらしいです。もう完璧な公式でよくマシン打ったら打感ないっていうのと一緒。そう、同じになるらしいです。その感覚をもう作るバットになってます、はいはいはい、これはね今マジで販売しまくってるんで、うんうん、ちょっとこれ早めに買わないと、ちょっとこれ売り切れ続出の予感。売り切れでちょっとこの皆さんの打率がどんどん下がってきますよ。はい、これ買うと上がりますから間違いなく。はい、はい、ちょっとこれ打ってきます。はい、打ってきます。はい、では打ってきます。ちなみにこれ公式軟式ソフト全部いけます。全部いけるんでね。でこれ練習でまず片手からこう、片手でこうやって打っていく方がいいらしいです。いや、営業お、いいんじゃないこれ。今の打感は打感なかった、なかった、うん、いいわ。これ片手って押してだけ。やっぱ押し手がこねちゃダメだからさ、うんうん、こねないように打つって感じですね、はいはい、で、この面はちゃんとこのこっち側向けていきます。あ、それも上だな、それも上だな、これもまだ上っすね。あ、今いい、今よかった。あ、今いいね、感覚よかった。両手でいってみようかな。6割7割ぐらいの、もうフルスイングしないですよ、うん、ちゃんとミートでこうしっかりこう、はいはい、線で打つんで。その練習だもん。そう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 、うん、まあ角度よくないけど当たりは良かったな。おお、いい。あ、やっぱ、あ、やっぱ今もやばかった。いや、遠かったんだよ。今すごかった、今良かった、今めっちゃ良かったよ。はい、これいいわな。で、まあこれをやった後にこのバットで本来のレガシーで打つとやっぱこうミート力上がるんで、いい当たりがパン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 いきます。
あーなるほどなるほど。ちょっと今上だったな。上だとちょっと気持ち悪いやん。気持ち悪いって表現すぐわかる。今の良かったんじゃないですか。いや今上だった。上もっと多分弾くと思う。あちゃんと打ってれば。あー今良かった、今良かった。今打球早かった。今打球良かった。ちゃんとここの線の、ここの線に当たるとマジでちゃんといく。あ今良かった。今、はい、なんか音違った。音違った。ちゃんとここに当たると音がこう何ちっちゃいよ。うん。じゃあ最後こっち行きますか。まあミート製だよね、これに関しては。ちゃんと当たりますよっていう。ちゃんとこれミートで、ね、ミートミートって意味。今のこのこれはミートって意味。ちゃんとちゃんと振りはしてるからね。ミートミートミート。軽く本当こんな感じ。こうチョコンみたいな。チョコンって感じ。この本当にこうラインでこうね、ボール来るところにこうラインで入れるだけ。ほんと6割、7割でほらほんとこんだけで、こんな変わる。こんなシャープなバッティングしないっすよね。でもそれが打率向上の秘訣にはなってるってことだね。そう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 。今ほんと軽くだよ。ほんと軽くない。やばくない。ここしか打ってないで。本当に本当これ本当これ。はい、こういった感じで素晴らしい結果でしたね。はい、はい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 。これいいな、本当に素直に出てくる。あ、今のちょっと違う。若干わざとこねたんですよ。若干わざとこねたら捉えた時、打球は結果良かったけれども、なんかねちょっと打球感は感じた。今のは打球感感じなかった。多分捉えられてる体の状態。はいはいはい。じゃあちょっと今の感覚でメガシン使ってます。ああはい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 。前で離れていく感じがする。はいはい。はい、というわけでやってきました。はい、ゲットラインバット。本当にねちゃんとここの真ん中にここに当てないと、いい打球がいかないから、これって自分でも意識してできるんですよね。子供でもちっちゃい子でもこの感覚、いい感覚があるじゃないですか。はいはい、その感覚で打つために自分でこう握り方とかもちゃんとこう意識してこう触れる、うん、自分で考えて、バッティングできるっていうので、はいはい、まあ、本当にこれ打つだけじゃなくてね、こうしたらちゃんといい気持ちいい打球がいくよみたいな、はいはい、上とかし、この 上とか下とかで打っちゃうと変な感じになっちゃうから頑張ってここで打とうみたいな、多分小学生でも上の人でもねそういう風に意識できると思うんで、自分からの、うんうんうん、自分からコーチとか言われないで自分からできると思うので、これはすごい自立というんですか、自分でこう学ぶ気持ちとかもしっかりと考えていけるようなバットだと思います。はい、はい、で今僕、まあ、持ってみたのこうやって、はい、今ちょっと持たせてもらったんですけど、はい、これだったら小学生確かに触れるかもって感じはする。いや触れると思う、うん、思ったよりそんな重くないですよ。そうそうそう、グリップもね平均的な太さだし、そんな苦にもならないかなっていう感じはしましたね。そう、まあ、持った感じだけど、こちらお値段18,700円ということで、はいはい、はい、いや本当にこれで、うん、打率とか結果が良くなるんだったらもう本当に安いものと思いますので、はいはい、たくさんねみんな使ってもらっていい結果を残しましょう皆さん。はい、はい、もうプロ野球選手も使ってるし、うん、ね、うん、草野球人も使ってるし、まあ、大井君も使ってたのこの間な、まあ、翔平君も使ってるし、うん、まあ本当にいろんな方が使ってるし、これは間違いなくいいバットであるので、しっかりとミートポイント、ミート上げていい結果残しましょう。はい、はい、というわけで本日はゲットレンバットを紹介しました。はい、ミノルマンさんのチャンネル、アメージングさんのオンラインショップなど貼ってますのでチェックよろしくお願いします。はい、というわけで本日動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。いいねこれ。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあいしょしょうへい TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。
これ来て野球やろうぜー。